パリ五輪の陸上、女子100メートルハードル、その準決勝のスタートラインに田中由美、富士通、渡っていた。写真、え、何等身なの、172センチメートルの、モデルハードラー、田中由美、25歳、女性誌でも疲労の腸、いて足とバキバキの腹筋。五輪での迫力のハードル飛び越しに、爽やかなインタビュー特撮も、この記事の写真を見る。 楽しい、でも、緊張する、って思った、相反する感情を胸の内に抱きながらも、田中は笑顔を作っていた。世界の舞台、そしてオリンピックという大きな舞台で、ひるむことなく、自分のやりたいことができたっていうのは、本当に大きな収穫だったと思います。決勝進出こそ逃したものの、レース後にこう振り返ったように、田中は初めての五輪で躍動した。 ダブルコートブービー、下から2番目、からの出場だった五輪。田中にとって今回のパリ五輪は、崖っぷち、からの挑戦だった。6月末の日本選手権では、パリ五輪の参加標準記録を突破できず、福部真子日本建設工業、にも敗れた。ワールドランキングでの出場に望みを託したものの、ボーダーライン付近により、暗雲が垂れ込めていた。 私はまだ25歳で、これからも競技を続けますし、パリ五輪の後にも、オリンピックも来ますし、オリンピックが陸上のすべてではない。もっともっと強くなれるように頑張ります。日本選手権のレース後にこんな印象的な言葉を残したが、その発言はパリ五輪を諦めたと解釈することもできた。田中に朗報が舞い込んだのは日本選手権の2日後だった。 世界陸連が公表したオリンピック出場資格者のリストには、しっかりと田中の名前があった。ワールドランキングは39位、ターゲットナンバー、出場枠、の4 2にギリギリ滑り込み、パリ行きが決まった。つまり、パリ五輪の出場者の中で、ブービー、下から2番目、というのが田中のポジションだった。そこから這い上がり、 本番では敗者復活ラウンドも勝ち上がって、準決勝進出を果たした。日本勢として、前回の東京大会の寺ダースカ、ジャパンクリエイト、に続く、2大会連続の準決勝。福部も予選を突破しており、この種目で日本人が2人同時に準決勝に進んだのは史上初めてのことだった。田中がパリで走った3本のレースは次のような結果だった。 予選2組5着12秒90。敗者復活ラウンド3組2着12秒89。準決勝1組7着12秒91。田中の自己記録は12秒85だ。自己記録には届かなかったものの、予選の後に世界大会で自分の力を出すというチャレンジはクリアした。と話した通り、五輪の舞台で持っている力は発揮した。また、 日本人の五輪最高記録は、福部が今大会の予選でマークした12秒85が新たな記録となったが、それまでは寺田の12秒95だった。つまり、田中もまた、3レースすべてで、従来の五輪における日本人最高記録を上回った。昨年のブダペスト世界選手権は、田中にとって初めてのシニアの世界大会ということもあって、雰囲気にのまれてしまった。 スタートでで遅れてしまって歯が立たないレースをした。世界のトップハードラーに力を見せつけられたばかりか他の試合では絶対にしないミスをしてしまい何しに来たんやという。